てめえだろてめえに。ちょ、一度まずは技巧スキルの操作からだ。それでいい。バトル開始しに通常攻撃は隊員が勝手に行う。いちいち指示する必要はない。見ろ。エッチ、待機中のミカサと交代させろ。こっちはどう？そ、スキルゲージが溜まったみてえだな。一気に畳み込め。調子に乗るな。戦わなければ勝てない。悪、俺もか。張りやがれ。どうだ、邪魔しないで。の僕に任せて。様子がおかしい。何か仕掛ける気か。おい、ずらかるぞ。ここは撤退だ。おい、超オックスみたいな準備。ところでてめえ、名前は確か。冴えねえ面には似合わねえいいなだ。せ、これか。何がだ。おい、てめえの兵士判事。俺も暇じゃねえんだが。戦わなければ勝てない。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。総員、戦闘用意。目標は一体だ。必ず仕留め、目標設計。訓練通り5つに分かれろ。全攻撃班、立体軌道に移れ。全方向から同時に叩くぞ。人類の力をお待ちだ。巨人に遭遇したようだな。まずは敵と。この世から巨人を駆逐してやる。戦闘の指揮のやり方忘れてねえだろうな。交代させろ。こっちはどう？通常攻撃は勝手に行う。お前は技巧スキルを指示し、やり方はさっきと同じだ。俺の指示通りにやる。ついてんじゃねえ。引きちぎってやる。いいだろう。おい、仕方ねえ。これを使え。回復薬だ。行くぞ。
相変わらず面白い。俺は耳を片付ける。てめえ気を抜くなよ。あとは私に任せて。捕らえた。固まりやがれ。任せる。ここは団員王と各自。仕留める。みんなは私が守る。おたついてんじゃねえ。引きちぎれ。巨人なんかに負けない。ほう、能力が上がったようだな。その調子勝ち続けるために必要なもの、それはてめえの仲間はてめえ自身の手で集めてこい。今回限りの特別な内容だ。自分でやる。俺に続け。とにかく短期決戦だ。やるんだ今ここで。俺に続け。とにかく短期決戦だ。もうこれ以上天才に不可能はねえんだよ。この身の全てを王に捧げる。仲間が集まる。次は編成だ。俺の指示通りにやる。編成は、とりあえずおすすめ編成を選んでおけ。今はこれで十分だ。このままだと、仲間は兵団管理できる。ここがお前の、まずはレベルアップだな。ここでは仲間を選び、次に指南書を選択しろ。レベルアップをタップすれば終わりだ。効果が必要になる。注意しろ。さらにやり方はさっきと同じだ。タップしてみろ。団員やす、後で確認しておけ。これで一通りの説明は。何てめえ、よく来たな。そんな、あの壁は50メートルだぞ。先に行け。落ち着け。ここは引き受け。行くぞ。これでも食らえ。やってやる。固まりやがれ。仕留める。怖くなんかない。固まりやがれ。無茶しやがって。やるぞ。あいつだ。調子に乗るな。先に行け。
せいで誰かが死ぬのはもうごめんだ。次は兵団施設のことを。エルヴィンのやつ、どうここは俺たちの待機所。ここには団員の、そう、とりあえず明かりをつけろ。多少はマシにな。それそうだ、今回だけは俺が用意してやる。置く場所がいろいろあるな。パンは当然机の上だ。あとは腹を空かせたやつが匂いを嗅ぎつけてくるだろう。こいつか。まあ想像通りだな。食うもの食ったら帰りやがったか。何か置いていったな。受け取ったお礼はいつでも確認でき、ここは俺たちの重要な拠点となる。大切に扱うんだな。プレゼントボックスに何か届いてるらしいぜ。守られる存在じゃない。もうこれ以上駆逐してやる。この世から一匹残らず。もうこれ以上誰も失敗する。全員死ぬ。死ぬ。俺に続け。とにかく短期決戦だ。もうこれ以上誰も失うわけにはいかない。準備万端だ。みんな注意して。今彼らと人類の間にはあった。よく来たね。全力を尽くすだけだ。
前の判断を信じよう。落ち着け。ここは引き受けるぞ。これでも食らえ。頼んだぞ。